はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル4月7日火曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきます。えー、それではまず全体の相場感から見ていきましょう。えー、こちらのサイトをご覧ください、はいえー。いつもの世界の株価のサイトでございますが、えー、まずはね、ニューヨークマーケットから振り返っていきます。 ニューヨークマーケット、ニューヨークダウは爆上げでございます。前日比プラス1627ドル、終値で2万2679ドルということでね、なんと7.73%の上げということでね、リスクオンが進んでいるという状況でございます。 こちらのね理由としましては、ニューヨーヨクのアメリカのニューヨーク州ですね、こちらの方がコロナウイルスの感染拡大がね少し収まっているんじゃないかというね憶測が広がりまして、まあ、リスクオンの動きというところでございます。具体的には前日のコロナウイルスの感染者数と死亡者数が減っていたというところからね少しこれはね収まっていくんじゃないかというところでねまあ、楽観論が流れまして、リスクオンの動きになって株式相場は大きく上がりました。 上げたと言われておりますこれだけねダウの方が上げれば東京マーケットも顕著でございました日経平均は3日続進です前日比プラス373円終わり値で18,950円ということでね2.01%の上げということで、まあ、一瞬ねマイナス圏に沈む場面もあったんですが再度引けにかけて大きく上げましてまあ2%強の上げということでまあ顕著だったというところでございます そしてね、今の日経平均の CFD、いわゆる先物でございますね。こちらの方も今19,685円というところでね、かなり上昇しているということで、ヨーロッパマーケットもね今は上げているというところから株式相場の方はねリスクオンに完全に傾いているという状況が続いている形でございます。そして注目しております原油相場に関しましては、26ドル52セント1バレルあたりですね。こういった形で1バレル れるね27ドルぐらいで少しうろうろしていたんですが、調整色を強めまして、26ドル台という形なんですが、まあね先週の後半に大きく上げましたので、まあ、調整の、ね、一環として今、26ドル、ミドルというところでございますのでね、まあ、原油の方も目,は目が離せないというところでございますが、今はなんといっても株式相場がね中心に上げている中で、為替の方はどう動いていくかというところに注目していただければというところでございます。 ではね、具体的にドル円の方から見ていきましょう。米、はい、ドル円の15分足、約1日の時間軸のチャートでございます。まずね、全体的な流れをいきますと、ドル円以外の、ね、クロス円の為替に関しては、株式相場とともにですね、大幅に円安。 えただね、基軸通貨のドルだけは違った動きをしているというところでございます。ベ、え、イ、ー、ドルの方はねうは、えー、過去からなかなか下がらなかったというところもありますが、今回の、ね、株式相場で上げるところでも逆にね今回は上がらないというところでございますので、まあ、そういったところはね基軸通貨は他のクロス円と違うような動きをしているという形でございます。 まずね、109円を挟みながら結論プラスマイナス25ピプスを挟んでいるというところでございます。下は108円75銭、上は109円25銭ということで、50ピプスの間をね、うろうろしている形でございます。とはいってもね、少し上値の方が重くなってきているというのがね、このヨーロッパマーケットのこちらの108円15銭ぐらいでね、跳ね返されたところが物語っているというところでございます。昨日のね、解説の後は、 109 25銭。えー 直近の高値ぐらいでレジスタンスを食ら,、えー、らってしまいまして、えー、株式相場が大きく上げたにもかかわらずそんなに円安は進まなかったというところでございます、えー、東京時間に入ってからもね日経上げる割にはね為替の方はあまり動かなかったということで少しドル円の方はね、えー、弱き相場になっているんじゃないかなというところが伺えるところでございます、えー、そして、えー、60分足、えー、1週間の、ね、時間軸にのわ、えー、引き伸ばしていきますと、えー、少し上値が重いというのがねこちらを見てもわかるかなというところでございます 直近ではね先週の中頃から下落トレンドから上昇トレンドに切り替わっておりまして107円をねそこにしまして移動平均線が右肩上がりそして平均足のチャートが移動平均線の上側に位置しておりますので移動平均線付近でねしっかりとサポートを受けながら107円から109円50銭近くまで上げてきたというところでございます。ただね、えー、昨日の、えー 高値がね、えーまあ、その前を上抜けできなかったというところからですね、移動平均線を割り込んでしまって、えー、勝負はそこからですね、反発したところで移動平均線ね、今までサポートだった移動平均線が、今度はね、レジスタンスとして上値を抑えてしまった、そして今、陰線が出てきたというところからですね、少し弱気相場に突入したんじゃないかなということで、ちょっとね、ショート目線で攻めていただく、いわゆるこの移動平均線を明確に上抜けなければ、 ショート方向でで攻めていいいいただくととう形よろしか思ますそして、そこのね、大体の目安としましては、108円20銭から30銭、前回のね、安値ぐらいをしっかりめどにね、ショートを取っていくという戦略でよろしいかと思います。そして、4時間足を見ていただきますとね、なぜ108円30銭かぐらいまで下がるかと申し上げますと、こちらがね、移動平均線がずばり108円30銭前後というところでございますので、この辺りまでの調整は一旦あり、 見えるかなとといいうところでございます移動平均線もね、えー、ちょうど上昇相場とね下落相場を繰り広げている中で今はね一応緩やかではございますが、えー、移動平均線が右肩上がりその上側に位置しているということで、まあ、60分足とね、えー、少し違うような、えー、もちろん動きをしているというところでございます、えー、最終的には4時間足にね従っていただければと思うんですが60分足が少し弱気相場になってしまった以上ですね一旦はこの4時間足でも移動平均線ぐらいも のえのー 下落はは、ね、調整はあり得るかなと思います勝負どころは、ね、その108円30銭ぐらいになってから反発するかどうかというところでございますので60分足戻しますと今若干弱い相場になっておりますが108円30銭前後で前回のこちらサポートラインそして4時間足の、ね、移動平均線があるということで短期的にはショートですが中期的には、ね、108円30銭ぐらいでトレンド転換が起こるかどうかというのを、ね、移動平均線のサポートが入るかどうかというのを 確認してから、えー、ポジションを取るようにしていいただければと思います、えー、よって短期的には今はショートですが108円30銭ぐらいで利益確定そして、えー、移動平均線4時間足ベースで、ねえー、見ていただいて、えー、ロングを取るのか見送るのかというところを、ねえー、判断いただければと思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上で米ドル円を終わりまして、えー、続いて5ドル円見ていきましょうはい、えー、5ドル円の方は絶好 でございますまずね、昨日の動画解説のタイミング、だいたい22時ぐらいを見ていただきますとね、66円50銭を目指して、サポートを受けながらね上昇していたというところでございます。ニューヨークマーケットのところはね、66円50銭のレジスタンスでね、じりじりと高値張り付きというところでございましたが、東京マーケットがね、大きく上げるというスタートを切ったところでね、1段階円安で、すいません、66円50銭を上抜けたというところでございます。 調整局面では今までのレジ,レジスタンスラインでありました66円50銭が今度は、ね、サポートとなって切り替わりまして、まあえー、5場に入ってからですね日経平均が大幅な上昇に切り替わったところから再度円安方向そして、えー、あっけなくですね、えー、67円を上抜けしまして、えー、移動平均線よりか上側でサポートをつつですね、えー、直近の高値を更新中というところで5ドル円の方は絶好調でございます。 えー、そしてね、えー、60分足ご覧いただきますと完全にね今までの横ばいの、えー、レンジ相場。 下はね、こちら64円50銭から上は65円50銭。このね、100ピプスのレンジ相場をね、完全に上抜けをしまして、66円も明確にね、抜けてからは移動平均線のサポートを受けながら、大きく上回っているというところでございます。上昇しているというところでございます。これはね、もう少し伸びる可能性があるということで、その場合はね、4時間足を参考にしていただければと思います。 はいえー、4時間足ですと、ねえー、ちょうどこのあたり、上髭が出ている、えー、67円、えー、60銭から70銭というところでございますが、まあ、ここまで来たら、ね、一旦は、えー、こちらの68円ぐらいまでの上昇は勢い余って、ねえー、ストップロスを巻き込みながら、えー、上に上がる可能性が大というところでございます。やっぱりね、えーまあ、下に行くにしましても上に行くにしましても、えー、長い上髭の場合はその後にに、ね、下落が入りますし、まあ、長い下髭ね、えー、こちら直近では60円もありましたが、 この後には上昇があるということで、やはりね下がるためには大きな上髭が出ないと難しいということで、今ね、ねがっちりと実態を伴ったね平均足のチャートが位置しているというところから、ですねやはり上髭ができるにはもう一伸びないと上髭が出てこないというところを考えますと、まあ、勢い余ってね68円ぐらいまでの上昇は見ておいてもよろしいかなと思います。さすがにねもうボリンジャーバンド上限、2シグマのね上限を上回ってね上昇してますので、まあ、短期的には上げ すぎだと思いますがもう少しね、上昇した、引きしきったところでね、えー、まあ、ショートを取るかどうかは別としまして、一旦は調整を迎えるという形でございます。むやみにね、今の時期からショートをしてしまいますと、一気に踏み上げられる可能性もありますので、まあ、68円ぐらいまでしっかりと引きつけてね、ショートの機会を伺っていただくという形でよろしいかと思います。そのところはね、しっかりと60分足ベースで、68円前後で、要線から陰線に切り替わったところでね、しっかりとショートを取るというところで、今 今の段階でショートを取ってしまいましても、もう少しね勢いで上に担,ぎ担がれちゃう可能性があるというところはね、ねしっかり意識して上で引きつけてショートを取っていただければと思いますので、参考にしてください。はい以上で5ドル円を終わりまして、続いてポンド円見ていきましょう。 はいえー、ポンド円の方もね、ゴ、えードル円と基本的には同じような動きをしておりますが、ゴ、ま、ー、あ、ドル円よりかは若干弱い動きかなというところでございます。えー、まずね、えー、15分足ご覧いただきますと、昨日の動画解説のタイミングですと、まあ、134円を少し上回っているというところでございました。えー、一旦ねゴ、えードルとは違いまして、調整がね、えー、深かったというところで、まあえー、134円ぐらいからですね、133円ぐらいまで下げる場面があったというところでございます。 しかしながら、ね、日経平均の、えーま、日経平均といいますか東京マーケットが、ね、終わった後ヨーロッパ時間に入ってから一気に、ね、行ってこいという形で大きく戻したあとは、ね、134円のサポートを2回ほど受けた後にですに、ね、逆に今までレジスタンスラインでありました134円50銭を、ね、明確に上抜けたということで、ね、やはりこちらの方も5ドル円同様にもう少し運、ね、営方向に伸びる可能性が強いというところでございます。60分足を見ても 直近1週間の高値ということでね、今まで散々134円50銭ですねこちらの部分でレジスタンスを食らっていたというところなんですが今回ねストップロスを巻き込みながら上方向に行っているということでもう間もなくね135円に到達するかなというところでございます少しね、えーまあ、変動の激しい相場でございますが、まあ、最終的にはゴードル円と同様に上方向に行っているということで、まあ、株式相場の上昇とともにですね、円安方向に進んでいるというとこと でございます4時間足見てみましょう。 はい、4時間足の方もね、直近の、こちら、上値をね、抜けてきているというところで、少しね、ここ見ていただきますと、真空地帯になっているかなというところでございます。135円はね、到達するということで、まあ、勢い余ってね、135円の中盤から、もしかしたらね、136円ぐらいまで勢い余って上がるかもしれないというところでございますので、むやみにね、今の段階、直近の高値だからといって、ショートを組んでしまいますと、こちらはね、まあ、ストップロスを巻き込みながら、135円をね、 上上回っててししまいまままいいいいすすととととと一気に吹ききげるる可能性があうううここででショートは避けおょろございます、まあ、逆にね、ある程度下がった、まあ、少しばかりね、もじもじと上の上、値の方で止まっているところがありましたら、ロングを組むことによって、一気にね、上離れを取っていくという戦法もありますが、まあ、そのあたりはね、しっかりと相場を見ておかないと難しいということなので、まあ、注文を入れて寝るというところであればですね、えー、まあ5ドル円、えー、すみません、ポンド円ですね。ポンド円 の方方は見送った方がよろしそうな形でございます基本的にはね上がるとは思うんですが少しボラティリティが高いものですから一気に上がった後にねまた調整するという局面もありますので、まあ、そういったところはねしっかりと、まあ、警戒をしていただくということでねずっと起きてね相場を見ていられるという方はねチャンスがあれば上がりきったところ60分足ベースで陽線から陰線になったところでねしっかりとショートを組んでいただくということもいただけるんですが少しばかりね 相場の変動が激しいということを考えますと、えー、ポンド円の方は見送った方がよろしいかなと、個人的には思いますので、参考にしてください。もう少し上に上がりそうですが、ショートは今のところ避けておきましょうというところでございます。はいえー、以上でポンド円を終わりまして、最後にユーロドル見ていきましょう、はいえー。ユーロドルは一言で言えばトレンド転換しましたというところですね。 えちょうどね、週末の動画解説では、108円を切って、108円から107円の間でえトレンド転換の可能性があるというお話をさせていただきましたが、結構ね、浅めのところでトレンド転換したかなというところでございます。15分足ね、昨日のえ動画解説のタイミングでは、108円をね、少し切っていたというところでね、108円を挟みながらの攻防ということでございましたが、ニューヨークマーケット終わった後にですね、東京マーケット始まってから、ユーロ高が続きまして、一気にね、 爆上げとといいうところでございます、まあ、1.0850もね、明確に上回りますと、もう移動平均線のね、サポートを受けながらひたすら上がりまして、今や1.09を一気に超えるという形で、1日足らずでね、100ピプスぐらい上げているというところでございます。少しね、15分足分かりにくいですので、60分足ご覧いただきますと、今まで,今までは明確にね、下落トレンドが継続していたというところでございます。昨日の動画の解説のタイミングですとね、 えー、まあ1.08のこの前回の安値をね下回るかえー、まあサポートが入るかによって変わりますというお話をしましたがなんとかねえこちら同じようなラインでサポートを受けますとまあしっかりとねその後は1.08割れでサポートが入ってえ復活しますとまあ緩やかなダブルボトムというような形でえ上方向に上がっていったというところでございますえここまでねえ急激な角度を持って上がるとなりますとやはりトレンド転換のサインのね一つだと思いますそれは四字 をね、ご覧いただければと思いますがこちらをご覧ください。 97上昇で4時間足ベースの移動平均線を一気に上抜けしてね、ボリンジャーバンドの上限ぐらいまで上げるというのはトレンド転換の一つでございます。もう一つのトレンド転換の特徴としては、長い下ひげをつけて元に戻ってくるというところもありますが、4時間足ベースで見てみますと、今まで右下下がりの移動平均線を下方向からぶち抜いて、ボリンジャーバンドの上限ぐらいまで上げるというのがトレンド転換の2番目の条件でございます。 今回ね、この2番目の条件をなんとか満たしたということでね、一気に上がっているところでございますので、このあたりはね、しっかりと15分足ベースで移動平均線付近でですね、陰線から陽線に切り替わったらロングを積み重ねていくというところでよろしいかと思います。もちろんね、頭と尻尾はくれてやれということで、序盤のね上昇、大体100ピプスぐらい取れなかった方も多いとは思いますが、今回の上昇で1.11ぐらいまでね、上がっていく可能性が強いということを考えますと、 まだまだね、身の部分は詰まっているというところでございます。ただね、やっぱり突っ込んでね、今、ロングを取るというのは勇気がいると思いますので、もう少しね、一旦1.09ですね。この辺りで調整が入ると思われますので、まあ、そういったところではね、ちょっとなんかずれてますね。ちょっと変えときましょう。1.09で。 はい、このところですね。1.09を今超えておりますので、少し収まってね、1.09付近でこちらね、レジスタンスを食らって、一旦落ちたところでね、再度陰線から陽線に切り替わるタイミングでしっかりとロングを組んでいただくという形でよろしいかと思います。1.09というのは過去にね、こちらでサポートラインになっているものですから、一旦はね、こちらで調整が入る可能性があるというところでございます。 60分足の移動平均線を割り込まずにですね、上方向で陰線から陽線に切り替わるところがあれば、しっかりとロングを組み続けるというところでよろしいかと思います。まあ、タイトにね、えー、やっていくという方ですと、15分足ベースでね、移動平均線よりかね、上側で陰線から陽線に切り替わるというところがあれば、ここもね、合わせてロングを組んでもよろしいかなと思いますので、まあ、60分足ベースでね、移動平均線を下回らなければ強気というところでよろしいかと思います。 はいえー、ということでね、4時間足先ほど見ていただきましたが、今回ね、1.10、1.11とね、これからレジスタンスはありますが、今回のね、上昇相場では、まあ1.11ぐらいまで上がる可能性が、えーまあ、強いというところでございますので、まだまだ200ピプスぐらいありますので、しっかりとね、身の部分を狙ってね、取っていければと思いますので、しっかりと押し目をね、えー待って、待った上でですね、ロングを取れるようにお願いしたいと思います。 はい、えー、以上で、えー、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上とします。えー、今日もね、えー、まだまだ火曜日ということで、えー、これから水木金と始まってね、なんかあのテレワークのね、えーまあ、緊急事態宣言ですね、えー、こういったところが発令されましたので、テレワークのお客さん、お客さんといいますか、えー、皆さんいらっしゃるかもしれません。私の方はね、通常通りの勤務でございますが、まあ、テレワークの方はね、えー、もしかしたら、 えー、相場もね、途中で見れちゃうかもしれませんが、まあ、お仕事の時はね、集中しながら、えー、トレードはね、えー、自分の決めた時間でやるということを守って、えーね、トレードをやっていきましょう。はい、えー、長くなりましたが、今回は以上です。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。